エピソードを選びましょう。こんな馬鹿げた遊びでアスカたちと戦ってもつまらん。だったらバイトをしていた方がマシだな。お金を稼がないとちゃんとしたご飯も食べられないしね。そうね、このところ食事といえば雑草スープばっかりだし。雑草スープじゃありません、野草スープです。わしは好きやけどな。慣れると美味しいで、雑草スープ。だから野草スープです。まあ私たちがいつも空腹なのは事実だ。だが私たちは忍びだぞ。気合で何とかするんだ。気合で。ねえホムラ、気合も大事だけど鈴音先生にお願いするっていうのはどう？先生なら力になってくれると思うんだけど。いや、それはできない。自分たちの力で立派なアルバイターにならねば。鈴音先生に合わす顔がないからな。ホムラちゃん、アルバイターじゃなくて忍びでしょ。立派な忍びにならねば意味がないからな。でしたら PBS P1 グランプリにかけてみるのはどうでしょう。そういえば優勝したら何でも好きなものをくれるとか言ってたわね。ならば優勝してもやし100年分をいただくのがいいかと。いや、そこはもやし100年分じゃなくてもいいんじゃない。肉か、肉100年分か。100年分にこだわる必要もないけどね。まあ何をもらうにしても話は優勝してからやな。ほれ、予選1回戦も始まるみたいやで。よし、やると決めたらやるのが私たちホムラグレン隊だ。優勝して何でもいいから食べ物100年分だ。おお。行くで。レッツスプラッシュ。5 4 3 2 1、レッツナイフで攻撃しても勝敗はつかんのやろ。ああ、決め手は専用のウォーターガンとやらだけだ。しかしこれはどう使えばいいんだ。鉄砲と一緒です。狙って撃つだけだ。そこまで難しくはありませんが。分かってはいるんだが。ホムラ、コツを教えてあげようか。いや、気合で何とかしてみせる。すごい。さあ、よだせよ。どうだ、私たちの勝利だ。本当に気合で何とかしちゃうのが私たちのリーダーなのよね。終わったね。どうしたんだ未来、パソコンとにらめっこして。 YouTube で試合を生中継するって言っていたでしょ。だからなんかコメントがついてないかなって思って。まだ何もついていないみたいだね。 YouTube のコメントか。なるほど、確かにこれは鈴音先生の言ったようにチャンスかもしれないな。え？
チャンス？そうだ、 YouTube を通じて私たちの活躍が忍びのお偉いさんたちの目に留まるかもしれん。そうなれば忍びとしての仕事依頼がじゃんじゃん来るぞ。そんなにうまくいくかな。未来の言う通りね。 YouTube には強い忍びの動画がもうすでにたくさんアップされているわ。ただ強いだけじゃそんなに目立たないかも。そうか、目立たなければ意味はないしな。いいチャンスだと思うのだが。最高評価やな。みんな聞いてくれ。この大会での私たちの目標は優勝と仕事の確保、この2つだ。優勝はともかく、仕事の確保はどうすればええんや。問題はそこだ。 YouTube を利用するにしても他の忍びよりも目立たないといけないのだが。普通の動画サイトだと〇〇してみたとかのやってみた系動画が人気だよね。〇〇してみたか。忍びがコンビニでバイトしてみたっていうのはどうだ。それって面白い？っていうかまんまじゃない。そうか。みんなも何かアイデアはないのか。えい。キャ、日陰さん、急に私の胸を触ってどうしたのですか。ヨミさんのおっぱいを揉んでみたっていうのはどうや。わし感情がないからよくわからんけど、世の男たちはこういうのが好きなんやないか。ダメダメ、エッチなのは運営に削除されちゃうよ。宣伝にもならないって。そうか、難しいもんやな。だったらどうすればいいんだ。私たちが目立つ方法はないというのか。そんなことないわよ、ホムラちゃんにはあれがあるじゃない。あの面白いネタが。面白いネタ？芸人じゃあるまいし、私はそんなものは持っていないぞ。持っとるで。ありますわね。うん、ホムラのあれならきっと目立つって。さあ次は予選2回戦だよ。お前たちまさかあれを私にやらせるつもりなのか。行くぞ。もちろん勝つのは私だ。5、4、3、2、1、 Here we go。 ホムラちゃん、忍びとしての仕事が欲しいんでしょ。もちろんだ。ならやることは分かってるわよね。しかし。何よ、前はあんなに自信満々にやっていたのに。それはだな。どりゃ、甘い。
勝つには勝ったが憂鬱だ。当然のことだ。ホムラちゃん、カメラがこっちに来ます。チャンスは今です。ネタを披露など本当はやりたくなかった。どうして？前はあんなにノリノリでやってくれたのに。考えてもみろ、お前たちは私のギャグに慣れている。しかし忍びのお偉いさんたちは私のギャグは初体験だ。耐えられると思うか、嵐のような私のギャグに。もし笑いすぎて心臓発作でも起こしたら忍びの仕事どころではなくなる。私はそれが心配なんだ。バカ言ってないで、ほらカメラが来たわよ。やるしかないのか。はーい、 YouTube ご覧の皆さん、私はホムラです。いきなり変な日本語。では勝利を祝して一発芸をやります。すぐ元に戻った。わけわかんないわね。待ってください、ホムラちゃんが6本の刀を取り出しましたわ。出るで、あの技が。ホムラ流携帯模写術、ひおぎかにからのいつもより多く回しております。よし、目標達成だ。未来どうだ、 YouTube の反響は。ホムラ、それがその、言っておくがな、受けるのは忍びの仕事のみだぞ。お笑いの営業とかはお断りだからな。仕事の依頼は来てないよ。動画の再生数は最下位で、コメントも全然伸びてないんだけど。なに？カニ&サラマーシが受けなかっただと？そんなことあるわけがない、あるわけがないんだ。ホムラちゃん落ち着いてください。次の予選3回戦では私が行きます。ホムラちゃんだけに恥をかかせません。ヨミ、気持ちは嬉しいが、カニ&サラマーシを超えるようなネタをお前は持っているのか？ええ、もちろんです。私、賞賛なき戦いはいたしません。お腹が減るだけでもったいないですから。なんだかわからないが、すごい自信だ。ちゃうわよ。レッツスプラッシュ、ゴー、4、3、2、1、レッツ。安心してください、ホムラちゃんの仇は絶対に取ってみせますわ。かなり自信があるみたいだが、どんな芸をするつもりなんだ？それはまだ秘密ですわ。そういえば、ヨミお姉ちゃん、
さっきゴソゴソと何か準備してたけど。準備？意外と王子掛けのネタなのか。私たちの勝利ですわね。ヨギ、あとは任せたぞ。ええ、お任せください。私渾身の芸を披露いたしますわ。悪くなかったわよ。シロップをかけなければただの水、ほとんどお金がかかりません。それでいて大食いの中でも最高難度と言われる一品、目立つこと間違いなしです。うわー、なんて量のかき氷を用意したんだ。でもかき氷を大食いなんてしたら、ヨミお姉ちゃんのお腹が。無事では済まんやろうな。もとより覚悟の上です。分かった、ヨミ、骨は拾ってやる。命尽きるまでかき氷を頬張ってこい。はい。しかしヨミはどうやってあれだけのかき氷を用意したんだ。確かにそうね、ここって飲み水はペットボトルでしょ。どこの水を凍らせたのかしら。ヨミさん、ちょっと前にプールの水を汲んでたで。何？それじゃああのかき氷はプールの水で作ったのか。え、ヨミやめろ。そんなかき氷を食べたらお前の腹は本当に。皆さん心配してくださってありがとうございます。でも大丈夫、貧民街で鍛えた私のお腹はプールの水ぐらいで壊れるものではありません。当然よ。ヨミはどうした。まだトイレから出てこないよ。そうか。さすがのヨミちゃん、でもプールの水のかき氷はきつかったみたいね。仕事欲しさのあまりヨミをこんな目に遭わせてしまうなんて。くそ、リーダー失格だ。私は。ホムラちゃんは悪くありません。ヨミお姉ちゃんの声だ。トイレからだよ。むしろ謝るのは私の方です。自分のお腹を過信していました。もういいヨミ、何も言うな。今はトイレで安静にするんだ。はい、ではお言葉に甘えて。こうなったら
次はわしの出番やな。出番って、日陰ちゃんは何をする気なの？ラップや。え？ごめんなさい、よく聞こえなかったわ。もう一度言ってくれる？ラップや。ああ。ラップや、ラップ。嘘でしょ？嘘やないで。サンキューベイベー。日陰ちゃんがラップってなんか大変なことになるような気がするんだけど。さあ、予選の4回戦が始まるで。ヨーチェケラや。行くで。さあ、行くで。5、4、3、2、1、 Here we go。 ひかげ、本当にラップやるつもり？わしがラップをやるのはそんなに変か？うん、即答やな。そもそもなんだけど、ひかげちゃんはラップってなんだか分かってるの？食品用のラップフィルムじゃないんだぞ。ちょっとわしのことバカにしすぎとちゃう？どう？レッツスプラッシュ。リン、鈴音先生が相手だと？鈴音先生、どうしてミス R という馬鹿げた真似をしているのですか？何の話だ。私はミス R ではない。いや、そんな、あれは一目見れば。私があんな変態みたいな格好をするわけなかろう。そうです。強くなったな、お前たち。こんな大会でも勝ちは勝ちだ。胸を張っていいぞ。はい、ありがとうございます。それじゃ、わしはラップの準備をするわ。ラップ？何の話だ？いや、その、気にしないでください。最後にもう一度聞くぞ。本当にやるのか？もちろんや。おいカメラ、こっち向け。ほな行くで。せやな、せやな、せやな、せやな。わしは日陰、無感情生まれ、無表情育ち、不気味ガール。たまに笑うとみんな怖がる。こんなわしにも夢がある。それは YouTube の VTR。 仕事がたくさん舞い込めばホムラグ連隊は最強になる。待ってるでオファーのメール、片っ端から受けてやる。あれ？なんだかかなり面白いんだけど。せやな、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 せやな。チェケラッチョ、ヘイ。ああ、今配信された動画の再生数がすごい勢いで伸びていくよ。サンキューベイベー。
仕事の依頼が来てるよ。本当ですの？とうとう来たか。未来、読み上げてくれ。うん。忍者テーマパークで大道芸をやってほしいんだって。あと司会もできる人がいると嬉しいって。やっぱり、はい、思った通りです。こうなるんじゃないかと思ってました。って、私たちは忍びだぞ。芸人みたいに営業の仕事を増やしてどうする。そうだよね。いや、すまない。未来に文句を言っても仕方がないのに。忍びの仕事が来るように私も頑張る。何？まさか未来も。私は芸なんて持ってないけど、やれることをやってみる。必ず目立って忍びの仕事を取ってくるよ。未来さん、気をつけてください。芸の道とは恐ろしいものです。一歩間違えばトイレにこもることになりますから。いや、読みお姉ちゃんみたいにトイレにこもるようなネタはやらないよ。ついに見つけたぞ、ホムラ。この私がわざわざ会いに来てやったんだ。ありがたく思え。誰だお前は。そんな安い挑発など私には聞かん。さあ、おとなしく私と PBS で勝負しろ。いいだろう。たとえよく知らない者が相手でも、勝負を挑まれて逃げる私ではないからな。そうね、大会とは関係なくても派手に暴れていれば生放送されるだろうし。よし、カメラが来たらチャンス到来だね。私頑張っちゃうよ。行きますわ。私よりも面白いネタということか。え、そんなことないよ。その動揺、やはり私より面白いネタなんだな。成長したな、未来。少し悔しいが、私は嬉しいぞ。みんな聞いてくれ、未来のネタはすごいみたいだぞ。やめてよ、ハードル上げるのは。ついにこの時が来た。ホムラ、覚悟しろ。だから誰なんだお前は。お前本当に私を忘れたというのか。小学校の同級生か。違う。どうや。よくも。さっぱり思い出せないな。知らないうちに恨みでも買ったんじゃないの？ま、今はそんなことはどうでもいい。こちらの計画通りに YouTube でも配信されているようだ。あとは未来の芸次第ね。
未来、カメラがこっちに来たぞ。あ、うん、そう、それじゃあやります。この日傘を使って一発芸を。爆弾をいつもより多く回したいと思います。爆弾を回すだと？そりゃ無茶や。失敗したら死んでまうで。それぐらいの覚悟がなきゃ私の芸者目立てないもん。大丈夫、絶対に成功して忍びの仕事を取ってくるから。未来はるか様、私のパソコンで BGM を流して。了解よ未来。音楽ファイル、音楽ファイルと、これかしら。ちゃんと録音できてるよね。はるか様、それは違う、ダメ。10年後の私へ。どう、元気、毎日は楽しい？なんやこれ、未来の声やないか。違うの、これは私の声じゃない。この間私占い師に言われたよね、10年後に化けるって、大化けするって。とんでもないプロポーションになって、とんでもないフェロモンを振りまいて、とんでもない女性になるんだって。だから私毎日頑張るよ、素敵な10年後の自分になるために。 I'm proud 未来。 I'm proud 未来。爆弾が日傘から落ちたで。これがもやしの力ですわ。